堀川駅は、かつて、愛知県名古屋市中区にあった名古屋鉄道瀬戸線の起点であった駅である。名古屋城外堀の南西グーブ、京雲峡大園の北側にあった。瀬戸線は、もともと、瀬戸の陶磁器など、貨物輸送を一つの大きな目的として建設された、ため、堀川の船による水運を活用し、瀬戸方面からの出荷や名古屋市街への荷上げが可能となる。 堀川に接する、この位置がターミナル駅とされた。当駅直近のみその橋東側までは1911年までに開通したものの、残る6差は、放射通行路確保のためのみその5門の工事と時期が被り、またその先3差分の名古屋市有致の買収にも手間取ったため、同区間の開業は1915年1月18日までずれ込んだ。 この六作間が開通するまでは、味薗の京都に設置された味薗の駅がターミナル駅の役目を担っていたとされる。太平洋戦争後、水運の衰退に伴い、駅は急速に錆びれた。また、市電と並行している区間でもあったため、旅客輸送も伸びなかった。末期には特急などが大津町駅で折り返していたため、40分間隔でしか電車は来なかった。その後、 栄町駅まで瀬戸線を乗り入れさせることになり、1976年に堀川、東大出間が廃線となり、堀川駅も廃駅となった。駅は相対式ホーム2面2線で、南側ホームと一体化した木造駅舎が最後まで使用されていたが、北側ホームは末期には使用されなくなって、線路も外され、一面一線となっていた。現在、鉄道施設は、 貨物扱い用のホームの基礎部分らしき物以外は、すべて撤去され、砂利式の駐車場になっている。また、この廃駅跡から南へ400メートルほどの場所には、名古屋市へ地下鉄丸の内駅がある。また、廃駅跡の南側には、長久山円富寺があり、門前の通りは、古くから商店街になっているが廃止後は一時錆びれた。ABC 松永直行。 名鉄沿線歴史のある風景ホイ鉄道ピクトリアル第864巻電気車研究会2012年7月149ページ ABC 今尾啓介日本鉄道旅行地図帳7東海新庁舎2008年46ページ ISBN 978から4から10から79万25から8名古屋鉄道広報宣伝部 名古屋鉄道100年史名古屋鉄道1994年879ページますます石毛を30年前の瀬戸線の駅配線鉄道ピクトリアルナンバー6 2 4 9 9 6年7月増刊号 P131 電気車研究会1996年味噌の駅に関するカテゴリーありがとうございます